今日から始まりました読書のマインドマップ第1回目、よろしくお願いいたします。今日のタイトルはサイレントインベージョンという、オーストラリアが中国にだいぶ、侵食されている、そういう話です。それではマインドマップを使って説明していきましょう。まず最初ご覧ください。オーストラリアの大体の、輪郭を書いて、これがセンタルイメージであります。そして、各章のタイトルをメインのブランチにして構成してあります。で、ここから展開していきたいんですね。まず最初は、オーストラリアが赤く染められているという、そういうところから始まります。そこには、こうした事件とか、それから、いろいろな、教育関係から入って、それで、留学生を送り、浸透しているという、そういう内容を書いてありますね。その後、いろんな教会を使って、商工会所ですとか、あるいはいろいろな経済団体にお金を送り、そして自分の思うように動かしていく、ということが書いてあります。その後になりますと、ちょっとオーストラリアの各地区の、輪郭をはっきりしたいので、地図をもう少しセントラルイメージで詳細にしてみます。そして、オーストラリアの国旗も書いてあります。オーストラリアは、前、首相の時はかなり中国寄りだったんですが、かなりやはり中国に侵食されているということに危機感を、感じて、その後どんどん対抗していきます。そういったことが、第5章、6章以降、親中派から、ロシアに、中国に対抗する、首相に変わったわけですね。そして、現在に、至っています。完成したマインドマップをご覧ください。こんな感じで、非常にイメージもたくさん使ってよくわかるようになっていると思います。こんなマインドマップを書いてみたいなと思ったら、ぜひ私の講座を受けてみませんか。詳しくはウェブからご覧ください。よろしくお願いいたします。